働くとは、旗を楽にすること。人に出会ったとき、その人が働き者かどうかを見分ける方法があります。眉毛が濃くて太い人が働き者。汗が目に入らないように眉毛が濃くなっているのです。また、手の指が短い人も働き者です。指が手のひらの半分くらいしかないという人がいたら、その人はとても働き者のはずです。ところで、働き者とはどういう人のことでしょうか。この世に生まれてきた目的とは、いかに喜ばれる存在になるかということです。そして、喜ばれる存在になるとは、自分が体を使って汗を流して、周りを楽にするということ。周りのことを旗と言います。旗を楽にするから、働くという言葉ができたのです。ちなみに、周りの人に迷惑をかけることを、旗迷惑と言いますが、その反対語が、働くです。働くとは、周りの人が喜んでくれるように汗を流すこと。したがって、自分で自分の達成目標を立てて、それに向かって努力邁進するというのは、働くことの本質ではないということです。お金を稼ぐという意味もそこには存在していません。それらは人間がこの世に生を受けた目的とは相入れないので、悩み、苦しみ、苦悩、煩悩がそこから発生してきます。喜ばれる存在であればストレスはないはず。狙いを定めるからストレスになるのであり、自分の思いを持ち、努力邁進し、こんなに頑張っているのにと言いながら、ストレスで体を壊したり、ストレスを振りまいているのでは、結局旗迷惑でしかない。自分を大したものだと思いたくて頑張っている人は、はあ、はあとたくさんの酸素を一人で使うので、周囲の空気を薄くしています。この世に生まれてきた目的とは、喜ばれる存在になること。そして、周りを楽にすること。